IBM 1403プリンター IBM 7030システムの前景は IBM 1403プリンター IBM 1403プリンターのチェーンの拡大写真 IBM 1403プリンターの紙送り制御テープの拡大写真 IBM 1403プリンター IBM が1959年に IBM 1401コンピューターシステムの一部として発表されたチェーン式 ラインプリンターで IBM コンピュータ製品ラインの IBM1400 シリーズシステム360システム370だけでなくその後も英数字の印刷に日本でも長らく使われた IBM1403 の元々のモデル1は毎分600行のテキストが印刷でき最大75インチ秒で空白行をスキップできたがモデル3は 毎分最大1400行で印刷できた。標準モデルには印刷位置120があり、追加位置12個がオプションとして利用可能で、全体で132とすることができた。最大15個の文字セットを載せた印刷チェーンが、リーボンと紙の前で水平方向に回転していて、ハンマーが正確なタイミングで紙を背後から叩き、文字を印刷した。後のモデルでは印刷チェーンが、 印刷トレインに置き換えられて、印刷文字のスラックはチェーンに取り付けられるのではなく、ラックに配置されるようになった。IBM1403 プリンターのチェーン、またはトレインには、英数字240文字を載せられて、いくつかのコピーを載せることにより、1回の完全な回転に必要な0.4秒未満で今日を印刷できた。標準 A チェーンには、48の異なる文字が5回。 繰り返されていた。後のモデルで使用された優先文字セットでは、同じ48文字を印刷したが、文字の頻度が異なっていて、数字が8回、26の大文字が4回、12の特殊文字は8回、4回、または2回といった具合だった。特殊なチェーンまたがトレインを注文することもできた。一般的なテキストの T チェーンには、 大文字と小文字及び多数の特殊記号を含む120文字のコピーが2つあった。日本ではシステム360系に接続した時に EV シリックのカタカナを印刷できるように半角カタカナ文字が載ったチェーンまたはトレインが用意されて給与明細などの社内文書、住所などの社外文書でも1970年代以降 IBM 漢字システムで 漢字処理が普及するまでは、カタカナがよく使われた時期があった。インクリボンは印刷領域の幅の長いロールでし、印刷チェーンと用紙の間に配置された。ロールは供給ロールと巻き取りロールの2つの部分に分かれている。印刷中、ロールは常に巻き取られ、巻き戻された。当時のほとんどの IBM プリンターと同様に、1403はトラクターでの休止用に、 ミシン目がついた連続用紙を使用していた。紙送り制御テープ、または、後では、プログラム制御できるマフファで、様々なサイズの用紙を使用できるように、用紙の長さと印刷開始する用紙の行を指定できた。IBM1403 プリンターは、スタンリー・クーブリックの1964年の映画、博士の異常な愛情で、ポータブルラジオの隠し場所として、亀を出演した。 プリンタのオーバーストライク機能を使用して、広範なグレースケールのコピーを生成したりした。いろいろな画像をスキャンし、ピクセル化して、例えば、モナリザの絵を1403で白黒の画像に印刷したりできた。特にカバーが上げると、音が想像しい機械であった。一部の人々は、印刷ハンマーのタイミングを使用するようにテキストを作成し、必要な周波数を生成して、 そのテキストが印刷される時に実際に音楽を再生することもできた。IBM 1403プリンターには次のようなモデルがあった。モデル2、3、7、N1 はシステム360系に接続できて、ということは通常 IBM 2821制御装置経由であったが、システム360のいくつかのモデルは1403接続コネクターを内包していた。 IBM 1403プリンターは IBM エンリコットで開発、製造されて IBM の海外工場でも製造された。IBM 1403プリンターの応用分野は後にはレーザーを利用した IBM3 のゼ開発の IBM 3800プリンターに引き継がれた。ありがとうございます。